ストレートでまさかの事件が起きる。T1 グランプリで松井裕京が乗る本ちゃんマシンを特別にドライブ。3ローターターボで700馬力オーバー。先ほどのチャンテとは全く異質な文字通りのモンスターマシンだ。さあ、浜さん行きますよ。いや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 、まあ、若いといいますから若いと MD なんでしょ。こんにちは女子席に立候補したのは女子カート部の下田さやかちゃん。愛車の FD でドリフトの特訓中らしい。まずは谷口一人で乗り味をインプレッション。これね、カウンターが当てれないかも。このこれやばい、肘のスペースがない。現役マシンなんだから壊すんじゃねえぞ。これはね、ちょっとね、癖がある。そう簡単にすぐできるもん、白もんじゃないな、これ。そしてお次はさやかちゃんが助手席へ。あのね、全然コントロール配下に置けてないから危ないから、はい、覚悟しといて。はい、お願いします。いや、本当振り返してるの怖いもんそんなあれ珍しく弱気な発言。こりゃ何かあるかもな。と言いつつも外から見ればそつなくこなしているように見える。しかしホームストレートでまさかの事件が起きる。危ない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 危
ドキッとした。なんか静かだからドキッとしてるかなと思って。わざとだから。はい、ありがとうございます。楽しかったです。頼んでもない貴重な体験をプレゼントし、谷口はお役御免。